メジロパーマーは、日本の競争馬、主母馬。逃げ馬として知られ、1992年の宝塚記念、有馬記念に優勝、史上5頭目の春秋グランプリ連覇を達成した。同年の JRA 賞最優秀5歳以上母馬、お及び最優秀父内国産馬。2019年現在、障害競争転向から平地競争に復帰し GI 競争に優勝した。 唯一の馬である。馬名は、馬主の冠名、メジロと、プロゴルファーのアーノルド・パーマーに由来する。デビュー、条件馬、時代1987年、北海道東屋湖町のメジロ牧場で生まれる。父は、本馬と同様に逃げ馬として、人気を博したメジロイングル。同期にはいずれも後に、GI 競争に優勝するメジロマックイーン、メジロライアンらがおり、後に、 メジロ87年組と称される法年の生まれだった。しかし、幼ごま時から高い評価を受けていたマック・イーン、ライアーに対し、本場はさほど大きな期待はされていなかった。3歳児に立東トレーニングセンターの大久保西洋級者に入り、8月にデビューを迎える。2度の2着を経て3戦目で、初勝利を挙げると、自走のオープン特別戦も連勝する。 しかしその後の2戦を着外に敗れると、京都3歳ステークスの競争後に、左後ろ足の骨折が判明、長期休養を余儀なくされた。翌年6月に復帰するも、制裁を欠き、重傷初出走となった函館記念の競争後に、再び骨折し、再度の長期療養となった。小馬となっての復帰初戦は12着と惨敗。ここで陣営は、 メジロパーマーの障害転校を検討し、平地競争に出走する傍らで、障害練習が始められた。獲得賞金規定により500万下クラスに、降格する夏の成績次第での入り障りが、検討されたが、降格後初戦を2着とした後、自走、と勝ちだけ特別を大差で逃げ切り、約1年9ヶ月振りの勝利を挙げた。これを受け、続いては、 格上挑戦で議員の札幌記念に出走。5 1ラムの軽量を盛りして逃げ切り、重傷初優勝を果たした。障害転校からグランプリ連敗しかし以降は再び、制裁を書き始め、10月に出走した京都大商店では最下位に惨敗した。これを受けて、改めて障害転校が決定し、11月に障害競争デビューを迎えた。この初戦は、 圧倒的な一番人気に応えて6馬審査で勝利、自走でも2着となったが、競争後には全身症だらけで戻ってくるなど飛び越しが下手であった。このため、人馬もに事故が起きかねないという判断で、この2戦ロミで障害に見切りをつけ、休養に入った。翌年春に復帰すると、2戦を消化して出走した新潟対象店で、重症2勝目を挙げる。自走の宝塚記念では、 メジロマックイーンの骨折休養により有力バ不在となった中でも9番人気という低評価だった。しかし一番人気の神の暮れ姿勢に3場審査をつけて逃げ切り GI 初制覇を果たした。安城を務めた山田大成にとってもこれがデビュー4年目での GI 初優勝となった。他方、この優勝は馬主さえ予想しておらず、マックイーンが出走不可能となった時点で牧場からの 応援観戦予定が取り消しとなっていたため、通常は関係者が一堂に整列して行う記念撮影等も非常に簡素なものになった。秋は前年再開の京都大賞店から始動し、2番人気に支持されたが9着と破れる。続く天皇賞も前半1000メートルを57秒後というハイペースで逃げた結果、ブービーと惨敗。宝塚記念優勝は、 ブロックという評価を付され、有馬記念に出走した。春の骨折から復帰した、前年のクラシックに関場東海帝王。この年の菊花賞で、見本のブルボンの3冠を阻んだ。ライスシャワー等が揃う中、メジロパーマーは、春のグランプリを制しながら16等立て15番人気という評価だった。スタートが切られると、序盤から短期逃げでレースを先導。 途中上がってきた大託ヘリオスと共に皇族20、スーバシンの差をつける、大逃げ打ち、第4コーナー手前で失速したヘリオスを尻目に、直線で独走。最後は、追い込んできたレガシーワールドを、花さでしのぎ切り、史上5頭目の春秋グランプリ連覇を果たした。バレンハイトを3万1550円は、有馬記念史上最高の払い戻し額となった。 この年の GI 競争を2章が評価され、翌1月には最優秀5歳以上ボバと最優秀父内国三馬に選出された。なお、山田大成が主戦であり続けた理由の一つに、独特の手首の返しがこの馬に合っているとの話も、ある。引退まで7歳、シーズン初戦には、天皇賞の前哨戦、阪神大賞典に出走。大逃げを見せる。最後の直戦では、 ナイスネーチャーに一度は馬体を合わせられながらもゴール前で再び突き放し3分9秒2のレコードタイムで優勝した。3年連続出走となった天皇賞では一旦抜かされたメジロマックイーンに食い下がってライスシャワー、メジロマックイーンに続く過去最高の3着に逃げ粘りグランプリホースの存在感を示した。しかし連覇を目指して出走した宝塚記念では かかった西のフラワーに背られて、メジロマックイーンの10着と大敗すると、以降は低迷し、秋は4戦してすべて着外に終わった。そして迎えた8歳、シーズン初戦の日経新春杯で 60.5kg のトップハンデを背負いながら、ムッシュシェクルの2着と抗争。その後は、天皇賞に向けて調整されていたが、右前足に、脚部不安を発症し、休養に入り、 以後復帰に向けて療養が続けられていたが、1994年9月22日に競争馬を引退した。競争馬引退後は、北海道のアロースタッドで種ボ馬としてつなぎをされた。しかし3区には、障害重症の京都ハイジャンプを制したメジドライデンがいる程度で、総合的に主母馬成績はかんばしくなく、2002年を最後に種ボ馬からも引退した。以後は、 故郷のメジロ牧場で功労馬として過ごした。2006年には函館競馬場で行われたイベントに参加し、パドックでその姿がファンに公開された。ちなみに前年はメジロマックイーンが、翌年はメジロライアンが同様のイベントに参加している。なお、初めて母と共にメジロの冠名のつくメジロ牧場生産の種母馬でもある。2012年4月7日、 高老馬として、余生を送っていた、レイクビラファームで、心臓麻痺のため死亡した。25歳を打つ。頭の高い走行フォーム、逃げ切りか惨敗かという極端な成績、障害帰りという移植の経歴、不死二代の逃げ馬という背景などから、同時代屈指の個性派として、人気を博した。また、数々の騎手が起乗した中でも特に六歳以降の山田大成とは、 名コンビとされた。元々はレースで不真面目な態度を見せるパーマーに対し、馬のわがままを許さない、山田の性格が変われて、主戦騎手に抜擢されたもので、大逃げという戦法で、一流馬に成長させたのは、山田であるという評価もある。他方、その実力に対しては、春秋グランプリを連覇してもなお、フロックという評価が根強く、有馬記念後に出走した阪神対象展で牝馬の、 竹のベルベットに漏れつごする3番人気であったことからも伺える。このため山田はマスコミに退出ねずね、パーマーは本当に強い馬なんですと訴えていた。また競馬評論家の伊崎修五郎は1992年に出走した天皇賞で史上屈指のハイペースで逃げながら7着となったのを見て、あのハイペースで逃げたなら再会が当たり前なのに七着とは相当強いと、 感じたと述べている。障害転向については単に経歴に色をつけたのみに、とどまらず、障害練習を行ったことにより、腰回りをはじめとする後むくろの筋肉が強化され、本格化を流したという説もあるが、管理した大久保は馬自身の成長であるとしている。メジルポーク城の黄金期を築いた87年組の一角として、クラシックから一貫して、 王道路線を歩んだ人気馬メジロライアンや中長距離路線の王者に君臨したメジロマックイーンとは対照的に不沈を繰り返しながらの快人気からたびたび波乱を巻き起こす個性派として特に馬券派のファンに愛された馬だった。ありがとうございます。